もうワクワクしてます。早くこう振ってありがとう、感激感動ありがとうって言いたいです。本当に中央公園で行われた出発式に登場したのはパリパラリンピック車椅子ラグビー金メダリストの池幸信選手と陸上女子円盤投げ銀メダリストの鬼谷恵子選手です。駆けつけたファンに向けて喜びと感謝の気持ちを伝えました。本日、パレードで少しの時間になりますけれども、皆さんともっと近い距離で、笑顔でメダルも近くで見てもらえたらなと。旗を持った観客に見守られながら今中央公園をスタートしました。池選手、鬼谷選手、観客へ笑顔で手を振っています。ありがとうございます。中央公園を出発した後、帯屋町商店街を通り広め市場前までのおよそ500メートルを20分かけて進みました。沿道にはおよそ3000人が集まり、手作りの応援グッズを持った人や貴重な瞬間を写真や映像に収める人も。生まれて初めて金メダリストを生で見ました。記念になります。皆さんの声援に応えながら笑顔で手を振り返しています。パレードを終えた2人のメダリストはすごく幸せな気分ですし、なんかもう動きます。こういう祭りを思い出すかね。僕の見た景色としてはぐらいすごく盛り上がりを見せてくれてありがとうございます。こんなにたくさんの方が来ていただけて本当に幸せです。ありがとうございます。パレードの後2人は県民栄誉賞と高知市民栄誉賞の合同授与式に出席しました。県民栄誉賞池幸信様、浜田知事からは県民栄誉賞が、桑名高知市長からは市民栄誉賞が贈られました。次はロサンゼルスパラリンピックですけれども、2連覇できるのは私たちだけだと思うので、そこを目指して進んでいくっていう心の中で持っているものはあります。競技以外の部分でも自分の力を発揮しながら様々な人に知ってもらう、そういった活動も同時にやっていきたいなと思っています。